り2000円渡して何を買うかをやります。目が変だよ。眩しいんだよ。何を買ってくるのかをやりたいと思います。やりたいと思います。どうぞ。結局今日の企画は原宿で1人2000円分あったら何を買うの企画です。どうしよっかな。最初はうろうろするよ。どうしよう、何も決まってないよ。でも2000分って嬉しいな。で、ゆわが一番最初にいいなって思ったのがこれです。これは無理だったね。はい、もーちゃんここ見たいって言ってたけど。ジャニーズ入りね。見てほら、多分撮影できないよ。いいよ、止めるわ。もう一回見せて。あれ、まあもーちゃん何買ったの、ガンちゃん。おーちゃんはね、ガンちゃんにするはずがね、平野少女がいいって言い張ってね、いいしました。ガンちゃん裏切ったの。言ってないんですけど、コメントでいただいた、うん、スクイーズ紹介とかでやってほしいことがあるんですけど、うん、1個スクイーズを紹介するときに、うん、ブリッコでやってみてくださいという、書いてあったコメントがなんか、そうなの、あ、なんかなんかの動画だったから、うん、今日はそれをやります。本当はブリッコじゃないんで、いきます。ちょっと待って、じゃあでは早速やっていきます。1つ目がこちらです。こちらのスクイーズは、あ、そうそうそう、レゴンさんで買ったんですけど、とっても可愛いお店で私にお似合いだなと思います。出しちゃってんだ自分で。私にお似合いで私にお似合いだなと思いました。こちらのスクイーズとっても低反発なんですよ。何、触ってみます。少し割れ目があっちゃってなんですけど、だけど本当に低反発で最高です。皆さんもぜひ700円なので、ぜひ、あ、500円なので、皆さん買ってみてね。あ、いい感じ、ブリコっぽい。超やばい。いいんじゃない。じゃあいつも通りの庭で次お願いします。それいくらだったっけ。これ500円。ブリッコで全然言葉入ってこなかったわ。500円ですね。これ500円です。はい、1個目がスクイーズさ、3個ある。2つ目もデザイン、こちらもウィゴーさんで買ったやつですね。あ、実はこれね、冷やして超低反発になったんですけど、次に水につけて高反発になって、うん、1日そのまま服を置いといたら低反発になり戻りました。いろいろやってたよね、なんかそういえば。はい、2個目がこちらのウィゴーさんで買ったイチゴですね。なんでこれを買ったかというと、ママ見て、ちょっと待って、すごいすごい、ボンドで描いてます。これママ。そうだな、ありがとう。はい、これをなんで買ったかというと、うん、最初はね、これとあのバナナスクイーズを買おうと思ったんですよ。レジに向かってった時にレジが反対方向だって間違えちゃったんだよ。それでレジ間違えた時にこんなスクイーズがかかっていたんですよ。なんとなんかほら、ブルームさんに売ってるのとちょっと似てるなと思って、どうせ高いんだろうなって思って値段一応見てみたら700円だったんですよ。安い方か。そうだって、あの、まあブルームさんじゃもちろんないんですけど、うん、でもそれみたいに可愛いね、レインボー。レインボーで実は今落書きしちゃってます。えぇ、ー、じゃーじゃー、えぇ、ー、
だからなの、まあ、そういうのなのかと思った。何のペンそれ。絵の具。そう、次行ってみます。変なことやってんだね。そしたら黄色でした。でこれ買ってる時にあのねモデルさんに会ったんだよね。そう、話しかけてくれたんだよね。匂いが最高。こっちもいいよ。これじゃ触りますね。おお、良さそう。でこれのなんでだろうって思う場所が、うん、ここまではなんかつぶつぶつがあるんだけど、その下が下がつぶつぶなんですよ。そうなの？あ、本当だ。なんか綺麗。なんかこれって不良品なのか、え、こういうさやつなのか、うん、よくさ全部のこれ見てなかったからさ、ようわからんな。関西弁やな。こんな感じですね。これ本当に可愛い。すごい。いい感じ。今頃私は次3点目が、はい、これどこで買ったんだっけな。多分なんかあの竹下通りのすぐも歩いて5メートルぐらいしたらすぐ見つけてたね。着くところで、あのこれはもう決めちゃうのって言ったもんね。竹下通りも、あ、分かる。入ろうって言って、なんておっしゃったっけね。ちょっと話すだけで、ちょっと話すだけで、みんな知ってるお店だよね。ちょっともう垂れてる。もうちょっと話すだけで死んじゃう。ここ置くためにこれやってきた。いいなぁ。これは多分、ハンバーガー？顔パン。顔パンっていうのこれ。え？何？書いたの？書いてない。見せて、じゃあ。書いてあったの？書きました。こういうのじゃないんだ。ママそれチラッと見てたけど、普通のデザインかと思ってた。だからこういうことで、ほらハリーポッターとかさ、なんかハゲのさ男の人じゃなく、うん、こうやって巻いてる髪の毛を、うん、紫のなんかもみたいな。最初こんな感じだったのが、タオルを取ると、うわー顔が赤くガガ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 っていう感じなの。本当によくわかりません。いい、今のところ1200円。なんかピクニックさんで売ってそうな感じだ。売ってそうだけど売ってない。もう結構2000円に近づいてきてるよ。うん、ね、これで1200、1700。あ、そうだね、それで合ってるね。1200、1300、390円だね。90円はオーバーしてる。最後サンキューマート、うん、あとあとあとサンキューマートで買ったこちらですね。スケースと書いてありますよ。じゃあまた岩っぽいな。これは可愛いじゃないですか、うん、もうこっちがじゃじゃん。何て書いてあるの？危険でこれ岩に合ってるかも。なんて書いてある？じゃあ全部読んで。いくよ。露骨です。じゃあママ読むよ。はい、この岩さんは突然噛みつく場合があります。とても繊細な生き物です。十分ご注意ください。合ってるじゃん。これまず歯で突然噛みつく場合があるでしょ、岩って。それでとても繊細っていうのはなんか傷ついちゃったり、結構意外と性格がなんていうのかな、意外と考え込むようななんかちょっと気にするタイプの生き物だから、ちょっとツンツンとかやると吠えたりしそうな感じ。十分ご注意くださいだって。これ何、いつも持ち歩くの？パスケース。え、そんなこと書いてあったんだ。書いてあった。何で決めたのじゃ。なんでこれ岩なの？岩っぽいじゃん。はなんかすごい音してるな。ねえねえねえ、これなんでこれにしたの？え、なんか怖かった。これ怖いのが好きなの。あ、まだ変わってないんだね。怖いのは好きじゃないけど、結構怖い。今日上行けなかったから拳銃とか好きだもんね。でも最近言わなくなったね、そういう場合は。前ほど拳銃とか。私いまだにさ、3年前に買ったさ、100均で買った拳銃取ってある。え、そうだっけ。うん、なんかプーってなるやつ。あ、まだ取ってんだ。あれ3年前に買ったやつ。すごいね。6歳の時に、1歳の時に買ったやつだよ。それまだプン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 、もう壊れてるよ。あ、ほん、思い出としてね。私はその時 YouTuber やってやってないと思う。そういうの2年生じゃん。やってないよ。2年生が終わるぐらい。その時あったんだね。ね、ゆうたち再び100万人一緒に行かないと思う。悲しいこと言わないで。でもね、100万ってね、やばい。ってかまだ10万も行ってないのにそんなこと言ってる場合じゃないよ。なんか落ち込むよね。
はい、ということで岩はこれで以上です。ちょうどぴったり2000円ではありません。290円です。ももちゃんはこれを買いました。見たらほらここ電気つくんだってよ。あ、そうなのこれ、電池入り。待って、わかんないけど開けてみようか。どんな感じですか、ね、中見せてください。じゃん、すごい。中はこんな感じだ ね。もう遊ぶでしょこれ。しかもシークレットフィギュア入ってるって。これが透明なやつでしょ。フィギュアって何？人形。どんな人形なんだろうね。え、見て、お家はすごいから後で写真撮って見てみてください。以上、岩桃原宿での2000円分の買ったもの紹介。口パクの人がいるよ。終了です。ということで見ていただきありがとうございました。バイバーイ。口パクは全部面白い。アンチューちゃん、アンニューイちゃん、今日も見てくれてありがとう。チャンネル登録、グッドボタンもお願いします。ママからはツイッター、インスタグラムを見てね。バイバーイ。